ただ、マッケニにもプレスバック、そこ戻んないとみたいなシーンで戻ってないとこもあったのと。で、まあ、ザカレアンとかマッケンに比べて南野の,の方がすごいですね。<laughs> 切り替えの趣味とか、ていうか切り替え全般 守備から攻撃、攻撃から守備の時の南の方が激しいし早い。あの南のが出れてないリバブル強いなっていうか、まあリバブル強いですけど、普通になんかこう、ザカリアとかベンタン来ると、まあ種類違いそうなんだけど、右サイドで状況によってプレスの仕方変えて切り替えの時激しくいくみたいな。とザカリアの許さ見て、あの、真っに前には行くけど、後ろ戻んの遅えなみたいなところを見て、その後の南野だったから、うわ、南野すごい頑張ってんなみたいな。で、南野に関してはさ、 もう、まあ、もう、ゆうの話からもずれちゃったけど、ま,あ、また聞きたいことあったら聞いてください。南野に関してはさ、サイドを張る、右サイドが、確か右、ウィングが南野で、インサイドハグエリオットだったっけ最初ナビきれたか。えーと、アーノルドなんだけど、アーノルドがさ、特性はサイドからクロス上げてほしいんだけど、やっぱラームやりたいっていうかさ、偽サイドバックやりたがるじゃん。 で結果、インサイドハウグが上がってくるから、南野が張ってなきゃいけないみたいな、その状況の中で、じゃあ、張ったところで受けて、中とワンタッチでコンビネーションしながら入っていくとか、だからそれこそ南野って、まあ、いつもこのチャンネルで、ね、不器用な厚い男だっていう、イケメンだから、どうしてもね、器用な気候誌見えるけど、実際は不器用な厚い男が、ね、顔面がめちゃくちゃイケてるっていう、まあ、そういう選手ですからね。 だから、リバプールで、いや、そこいるとちょっとパスコース塞いじゃってんだよなとか、いや、今その瞬間中入んないと外のスペース開かないとか、まあもう、あのスピーディーなさ人とボールが動く中で、判断完璧に実行しながら動き回らなきゃいけないから、めっちゃ大変だと思うんですよ。っていう中で、昨日の南野素晴らしかったですね。まあまあまあ、全部が100点なのかはわかんないけど、でも、そうそっちみたいな。 あ今、味方ボール奪いました、右、左、どっちのポイント取りますっていうので、あ、そっちに動けばフィルミーノと被んないねとか、そっちに動けばジョタとかぶんないねみたいな、あ、今、アレクサンダー・ノード上がってこれないからサイド張ったねみたいな、なんかそういう得点のシーンだけじゃなくて、あ、そう、そこにいてほしいのみたいなシーンが多くなってるから、あーや、や南野が本当努力してるんだなみたいな、ちょっと嬉しかったっすね、得点以外のところでもなんか。 最高でしたね最高っていうか得点ばっかり言われるだろうけど得点以外のシーンもうんすごい良かったからこの調子でね南野がねやっぱりこう馴染むのに時間かかったけどわけ分わかってる選手になってきてるからあと使い方フィルミーノを入れてジョタとルイス・ディアスで4231みたいな時南野右サイドだったんだけどあれねフィルミーノと縦関係に南野してジョタ最初っから右使ってくれたらなみたいなねルイス・エアスのデ,デビュー戦は良かったんじゃないですか だってあれ、ジョタちょっと触っちゃったから多分アシストになってないけど、南野のアシストね、ルイス・ディアスのプレースからだし、あの時のジョタのね、あのコース切りいやらしいよね、キーパーに戻させないね。だから相手もルイス・ディアスに当ててさ、ゴールキックしようとしたルイス・ディアスにかっさらわれてみたいな。 特典ああの仕方監督からしたら気持ちいいんだよね。前からのプレスの形ちゃんと仕込めてて、それが得意な選手がちゃんと中央でやるべきことやってね、その南の左ですか監督がいるし、ああの、それに関しては森保さん、やるしちゃだめですよ。なんでかっていうとあの、クロップのリバプールは、アレクサンダー・ロードに自由を与えてるから、おそらく、中入ってきて、南の方が適材適所にならないですよ。 だけど、森保さんの方は長友上がって南の入るって形、最近はちゃんとなってるから、ただその後ろのところを長友と旋盤をつなぐところに人が降りてこないときがあるだけで、だから、森保さんの方がウイングに張ってる南のが中に入ってくるし、三松使った時は張ってるって、ちゃんと適材適所になってるんで、そこに関してはね、ちょっと人で見ちゃダメですね。